全ての命に感謝していただきます。さて、お、どうしたの？あ、坊主、遠慮しないでどんどん食ってくな。僕、お魚嫌い。何？好き嫌い言ってんじゃねえ！哲さん、申し訳ない。まずい。なんだと？みのりさん、すいません、もういらない。それ人が作ってくれたもんには感謝の気持ちを表しやがれってんだ。出されたものはありがたくいただくんだ。ヤンクミ、ゆうたくん、ちゃんと食べようね。はい。おいしい。おお、いいぞ、持っとけ持っとけ。よし、いい子だぞゆうた。いい余裕だった。ああ、なんだよ、三人ともこんなところで。うん、うん。そうきた。哲さんと稔さん、雄太に相撲の相手何度もさせられて疲れたみたい。